本日は九月の中、イサベロアの誕生日です。イエーイ。<laughs> はい、ついに、ついに。ロアシは十六歳になってしまいました。<laughs> は。い。すみません、ちょっとおねむなロアシでお送りさせていただきます。なんかさ。 すっごいおしゃべり会今日はオフラインおしゃべり会があったんですけどとってもとっても楽しくてわーっと思って車両乗った瞬間一気になんか眠たくなってきてう <laughs> 一気に眠たくなってきてで今そんな状態ですそうね急に急にわーってきた <laughs> でも今は全然 さっきが一番眠たかった良かったちょっとは良くなりました。でさ後ろ後ろにちょっと飾りをつけるかお誕生日おめでとう明日も私も今日誕生日あおめでとうお誕生日一緒だね <laughs> 今年も一年よろしくお願いします今日楽しかったありがとうございます。 で、この後9時から10。10時まであの？なんだっけ？配信する予定ですので、そっちでそちらでもまたよろしくお願いします。うわあ、タワーありがとうございます <laughs>。ああ嬉しい！何これ？ゴールドえー、すごい。なんか和風なタワーですね。ありがとうございます。やった <laughs> お茶さんありがとうございます。 今日も来てくれてなんだっけオフライン来てくれてありがとうございました嬉しいそう NCT ですね初の5月生まれそうですね初めてなんですよでどういうのつけようかなこれをつけたいんだけどどうすればいいんだろうで何なんら部屋映りそうみたいな感謝の仕方 <laughs> あとは 16これいいかちょっと16つけてみようと思いますまたゆっくりつけるねさっきありがとうルアちゃんのトートバッグ二個入,入手できてあ本当にありがとうございますやっとありがとう 大丈夫見えた明日から平日の始まりそうですねもう平日っていうかあのゴールデンウィークが終わっちゃうよね早いよねうんうんうんすごい早いからちょっと頑張らないとケーキ用意して待ってますありがとうございますケーキはあの 9時からのやつでやりたいと思いますから普通にあのですね本当にあの何だろうお初めてのオフラインだったんですけど結構あの声が聞こえない時が多くて本当に私何回も聞き返しちゃって本当に。 すみませんんでしたごめんねんそう皆さんが思っている5倍以上5倍声出したら聞こえるんですけどそう私が全然聞こえなくて何回も聞き返しちゃって申し訳なかった本当に。 はいかなんか十六って感じですね。はい十六歳です。<laughs> そうあのビニールでこんなになんだろうねバーってなんのかみたいな。<laughs> そうそうそう結構皆さんありがとうございます。 ラジびっくりそそそそう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 なんかねおしゃべり会終わったあと私があの4部で終わりだったんですけど4部終わりにちょっとなんか3期生で挨拶みたいになって「なんかじゃあベルちゃん初オフラインどうでしたか?」みたいに言われて「なんかとっても楽しかったです」なんか誕生日の日に「できて本当にありがとうございました」みたいな感じで言ったらなんかリカさんが「ちょっと待った!」って来てそうそしたらなんか急に。 私のお誕生日会みたいなのが始まって「ハビバースデートゥーユー」をめっちゃ言ってくれました <laughs> めっちゃ嬉しいそうあんな感じなんですね全然想像してなかった <laughs> 想像というか知らなかっためっちゃサプライズ早いゴールデンウィーク終わるのねお早いよね ありがとうございました本当に。に。でいて認知ありがとうあいえいえ会場に入れなかったよそだ生誕のメッセージのお手伝いしてよねありがとうございます嬉しかった雨寒い中お疲れ様ありがとうございますなんかねおしゃべりしてるとき全然寒くなくていや何私逆に暑いんだけどって思ってたらなんかお家帰ってきた瞬間急に寒くて 今これ着てても寒いんだよね。何があったんだろう <laughs>？なんかすごい寒い。はあ、まあ、ちょっとあいにくの雨だったけど、なんとか。なんとかなんとかって感じ。 まだ会場いるけど、冷えてきた。あ、そうだよね、寒いよね。うん。うわ。も<う>真っ暗ですね。うん、今日から二十二時まで配信おめでとうございます。ありがとうございます。 久しぶりにティアラの似合う子に会って幸せティアラですかティアラどこだろう待ってねあ、そっちにありますそ <laughs> <laughs> っちにあるねまあいっかね、寒かったけどでもまた、あ、寒かった違う違う違う今ね 今寒いけど全然大丈夫ですもう初めてベレー帽を着たのでねん初めてベレー帽をかぶったそう今までねアイドルになってからベレー帽をかぶったことないんだけどアイドルらしさが出てるんじゃないかなうんうんうん よかったベレー帽ハマりそう <laughs> キャプテンツのツーショットよかったあ本当ですかどっかに上がってるのかなその写真 <laughs> 嬉しいラスマイルでみんな元気になったって <laughs> ねねねかかっったたあれも始まった、ね、なんか、ね、私6時半のつもりでいたんだけどなんかショールームの予定には7時半って入れててあれと思って本当に申し訳ない私は6時半のつもりだったんだけどごめんね <laughs> 間違ってました「ロアちゃんとおしゃべりできるか不安な時何とかなすってよかった大好きありがとう!」 めっちゃ傾けてたと思うけど、話せてよかった。ありがとう、みんな誕生日を祝ってくれて。可愛いベレブ本当にありがとう。可愛いいただきました。 7時に見るベルちゃんもいいけど、マジかであベルちゃんもっと可愛かった。<laughs> 私めっちゃ、あの、近く行ってごめんなさいね。なんか、私はギリギリまで行った。本当に聞こえなくて。誕生日めまれうありがとう。セーターセレモニー素敵。ありがとう。あ、それをセレモニーって言うんですね。うんうんうん。6月申し込んだから楽しみ。ああ、ありがとう。嬉しい。そうだね。次はまた6月か。 リリカ様の電源3期ツイッター見てたってあれか私のなので私とのツイッショットあげてくれてましたよね今日は特に可愛いありがとううん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 一番の連絡誰えっと一番が夏希ちゃんでしたそう で,ジレレフンで誰来るかなと思ったらなつきちゃんがまずおめでとうってきてその次にゆうなちゃんがおめでとうってきて次になつきちゃんがおめでとうってきてでその次にえと何にお友達普通にお友達から来てで5番目にマネージャーさんから来て6番目がまたあのお友達で7番目がはるちゃんでしたね,したねそう。 で、まあそれ以降は結構0時00分以降というかそうにえっと連絡をもらいましたいただきました <laughs> 大丈夫お前とありがとう。 んんんんんそうそんな感じの順位でしたはるちゃんまでが0時00分だったねはるちゃん気合い入れてたのあそうなんだあそうそうなんかね言ってたはるちゃんが <laughs> 私0時00分に送ったつもりなんだけどなんで7番なのって今日もずっと言ってた <laughs> そんなところもはるちゃんかわいいよね うん。誕生日おめでとうってありがとうございます。日付変わった瞬間どんな変顔したのえっと、顎を出した変顔しました。誕生日おめでとう。ありがとう。ツイッターレジにあげてもらいない配信レジに送った。ありがとね。みんなほんとに。ね、まさかあんな祝福してもいただ、もらえると思わなかった。そう。 なんかお誕生日ツイッターみたいな,おーなんか10人くらいかなとか思ってたんですけども想像以上にたくさんの方がねそう私のことを投稿してくださって嬉しい <laughs> やったね だから本当に今も人生の中で一番祝われましたしうんとても幸せでした本人不在誕生日やるの夢だったからできて嬉しい <laughs> ありがとうね本当に素敵な写真ありがとう。 次は公縁の生誕祭でお祝いできるといねそうですね生誕祭とかあるといいんだけどうん来生誕ねえ本当に楽しかった本当に運だなって思ってだって初オフラインとさ 初初誕生日というかもう初めて誕生日をね加入してから迎えてすごく幸せな時間でいっぱいでしたね、うん、あと先輩から先輩からあと美羽さんとひなたさんからあの直接というかあの連絡を頂い,いて「お誕生日おめでとう」って。 で連絡が来ましたう幸せです <laughs> 幸せそう皆さんあと、ね、なんだっけうん 私がその入った瞬間私がその会場について荷物をポンと置いてる時に美恵さんがちょうどその終わって第1部かなで戻ってくる時に多分私を見つけたらしくてもうめっちゃ走ってきてくださってだん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 ってきてそうルアにめっちゃ抱きついてくださいました。もう 普通に普通に神ですよ、ねうん、なんかもう対応できませんでした「あはああ」みたいな弱 <laughs> くないですかもうなんか多分その時のロアが今日一,一番あの変な声出てたと思います <laughs> 一番変な声出てたと思う「えー、みたいな声出して ねうん、うわー尊いと思いって,ってそしたらなんかあの写真も撮ってくださってうん嬉しかったなー <laughs> 普通に嬉しかったなーと思って本、ね、本当にあの n g t v っていうとでみみさんが私あのめっちゃ好きで。 だから。ね。初めてみいみいさんとハグできた気がします。最高ですね。<laughs> うん。ルアーも弟や、本当に。ありがとう。全然全然。でもなんか、実物、私の実物を見て驚いてる方が結構たくさんいました。あ。 思ったよりみたいなそう思ったよりすごい顔ちっちゃいねみたいな言ってくれてそうあれもう私どんな風に思われてたんだろうみたいな <laughs> そうでもなんか実物を見てたくさん皆さんが可愛いって言ってくださって私もテンション上がりましたしあと実はあの私も今日気づい今日,今日知ったんですけど 実は4部も完売していてはい本当にありがとうございます二部と4部が完売してて本当にとても素敵な誕生日プレゼントになったなって思います、ね、なんかあとそのその場のなんだろうおしゃべり会の雰囲気とかも結構つかめたのでこれからまた次回は6月25日ですねなので その時に。えっと、また。なんか。工夫したブースになればいいかなって。思います。大丈夫、やめた、ありがとう。うん、なんか、どこまでやってるのか、わからないけど。ブース。 デコレーションしていいのがねい分かんないけど、まあ、もしそのまだ6月25日服装とか何も決めてんからだからなんかリクエストとかあったらぜひいつでもあの受け付けています <laughs> はい今日はね初めて初初めてえっとセーラーとか見せたりして長袖のセーラー初めてで。 緑と白のジェーラー服を着ましたこんばんは来てくれてありがとうございますねなんかあっという間だったんだよねだって10時くらいに10時くらいじゃないねまあ午前中くらいにあのなんだろう大釜大釜でおしゃべり会やって。 で気づいたらもうこんな時間ですよ。やばくないですかもうあっという間だな。時の流れが早かったっていうのもあるし。そう。あとでもドタバタしといてあんまり写真撮れてないので今度ゆっくり写真撮影に行ってこようかなって思います。その時はよろしくお願いします。そう。でも結構みんな。 あの3期3期生は結構ルアにあったらおめでとうって言ってくれてこちらこちらどうしてもとても嬉しかったでございます <laughs> めっちゃ片言でいいごめんね普通 <laughs> にテンションが低いわけじゃない普通にちょっと疲れた <laughs> ちょっとオフラインをしめるりで体力を使いすぎてしまいましたでも多分寝ると治りますうん 全然心配しないでください。お洋服みたい、いいよ。よいしょ。こんな感じです。なんか。リボンあって、で、これはこれで。普通に外せるし、嬉しい。 ギルルーみたいな感じしょアクシーズで買いましたこれとこれはで、これはまた違うどっかで買いました <laughs> ししし原宿にいそう <laughs> あいいやはい、ちょっと大人っぽい感じになってますでさっきの部はそれにティアラつけてましたティアラここにあったんだ漫画家にいそう <laughs> 面白いね漫画家ねっ ココハちゃんココハちゃんだよねお誕生日おめでとうってありがとう嬉しいココハちゃんもお披露目から一周年おめでとう <laughs> そう私もさっきなんかちょこっとだけ配信ココハちゃんのお邪魔させていただいてそうおめでとうってコメントちょっと一瞬ね一瞬送ったんですけど嬉しい えココかちゃんだよねやったーありがとう <laughs> これからもお互い頑張りましょうね本当に早く会いたいうん HKT さんで頑張ってくださーい <laughs> やった嬉しい改めてお誕生日おめでとうありがとう 昨日イギリスにいました。絶対にいませんね。イギリスにはいないな。優勝通路と。十六歳らしい。一段と可愛さが増しましたね。<laughs> 本当ですか。ありがとうございます。十六歳ね。 なんかすごい皆さんに16。十六歳青春してるね。って言われました。うんうんうん。他のホーティエイトグループに知り合えるのいいですね <laughs>。え、なんか。そう、ココハちゃんが。配信で。なんか。私。 私なんかルアちゃんかわいいみたいなことを言ってくれたらしくてそこからそれでファンの人がある私に教えてくださってえマジと思ってそうそっから私ももともとココはちゃんは知っててそうそっからわーってなりました <laughs> そうそうそうだけど実際に会ったことはないけどちょくちょく配信とか見てます 私のファンになった理由が話してよかったね本ほんとにありがとうねたくさん話してくれてありがとう16歳の変顔十六 <laughs> 16歳の変顔分かんないそ <laughs> の時配信いたありがとう <laughs> いや楽しいなってねえありがとう誕生日おめでとうありがとうございます16歳16ついにね16歳も何だろう片手では表せない感じになりましたね今まで1 1 1 2 1 3 1 4 1 5とかやってたんだけど 十六ってやらないと無理だ。年 <laughs> を感じる。初見で変顔見ちゃいました。<laughs> は<っ>。気まず。<laughs> すみません。すみません。すみません。大丈夫です。そんな普段はそんなに変顔しませんので。来てくれてありがとうございます。<laughs> ということは来年受難そうですね。五月九日からあるっていう。はい、あの五月九日からコールが解禁されます。本当にやった。ね、私もびっくりした。昨日、昨日知ったっけ。うん、昨日かな。昨日知って、え、コール解禁するのって思って。びっくりしました。うん。ね、コールはベルちゃんでお願いします。 絶対ベルちゃんねウフ <laughs> はこんな感じにすればいける16うんうんうんねえこれ楽しみだなうんうんうん そうだねでもなんか結構コールどうなんなんか大丈夫かなって方も結構いるっぽくてそうそうまあでもそんな方でも全然そう私もまだ全然よくわからないしコールはうんだからうん全然その声とか出さなくてもいいしとにかく皆さんの好きな楽しみ方というか声の楽しみ方で。 ぜひ私たちと一緒に盛り上げていきましょううんハッピーバースデーありがとう喉 <laughs> が美いしいって来てくれるといいんだけど <laughs> そうだよねうんうんかるで歌ってる側でも結構途中からね歌うの辛くなってくるけど ずっと皆さんがコールしているって思うとねうんでもなんかうんどうなんだろうね今まで禁止だったから最初は違和感うんそうだよねなんかね影穴私 この前したんだけどその時なんか「なんとかしてくださいね」って時になんか拍手がパッてきて「えっ何?」と思ってそうでフ <laughs> って笑っちゃったんです <laughs> そうびっくりしたねえ多分それが「はーい」っていうのその間にそうそれも知らなくて「何これ?」と思って。 そう初めて知りましたねそう皆さんの楽しみ方で皆さんの楽しめる楽しみ方でう盛り上げてください短期生べて初めてうん多分もしかしたらコロナ禍から応援し始めましたみたいな その気になりましたみたいな方も多分いると思うから多分その方たちにもちょっと分かってもらえるように私が説明できたらいいんだけど私も分からなくて本当に申し訳ないですうんそう私が教えられる側になれたらいいんだけどごめ、ね、だからもうなんか一緒に覚えようみたいな <laughs> 私と一緒に覚えようって感じなんだからなんだからじゃないなんだけど うん。だからまあちょっとずつねなんだろう今まで通りの形に戻りましょうみんなで。でもなんか嬉しくないちょっとずつ今まで通りってことはねおしゃべり会もオフライン結構近くで本来っておしゃべり会ってあれないんですかあの なんね、ビニールみたいなのは本来ないのかなおしゃべり会はまあ分からないけど、まあ、そういうのもだんだん緩くなってきたりそうなんかそうだね握手会とかもあるのかなこれからいつかそうなるともっと楽しくなりますよね私も 握手会って何なんだろうみたいなこういう感じ <laughs> こんなかしこまってないかこんなかしこまってないけどまあ「よろしくお願いします」みたいな感じかな分かんないけどそうかそうか 腕相撲していいんですけどめちょっと,ごめん,ねちょっとなんか腕相撲みたいなやり方になったうんすごいでもなんかいつかやってみたいですねそういうの 指ズボン <laughs> 指ズボンしていいけどさごめんねちょっと今お茶が届いたのでお茶を飲みます年比んんさんビニールの手袋しゃくしゃくしゃんしんくん,ふん,ふん おいしそう、握手しながらおしゃべり、どうなんだろうね。何秒くらいなんですか。ごめんね、いろいろ聞いて。<laughs> もしあったら、お辞儀会と握手会どっち、何、お辞儀会って何。握手会じゃないかな、わかんないけど <laughs>。 ここに参加したことない。うん。ない。よさ変わらない。おうおうおうそうなんだ。ええー、じゃあちょっとそういうのがね、またあるとなんだろう。またアイドルの楽しみ方も変わってくるんだね。うんうんうん。そうかそうか。 <laughs> てかめっちゃ視聴者数多いありがとうございますごめんねなんか本当にテンション低いわけじゃないんだ <laughs> 本当にごめんねうんうん本当に嬉しいんだけどなんか疲れた <laughs> 本当に疲れた <laughs> そう そのくらい結構今日全力を注いできましたねこのあとはご飯とかケーキとか食べる予定なんですけどなんだろうねケーキはちょっといい感じらしいですめっちゃ楽しみケーキ結構こだわってて。 私がデザインしたのをなんかさらにパパ氏がまたこなんかデザインしてみたいな感じなのでそう何系のケーキなんかねちょっとちょっと見たんだけどそのデザインみたいなやつはけどすごい可愛いから楽しみにしててほしい9時から配信予定です9時から本当に配信できますように <laughs> どうしようこれでまださまだ 9時制限が9時まで15歳だからって言って9時までだったら「もう私高校生になったから本当にお願いします <laughs>」そうしないとそうしないとさうん配信ができない <laughs> 本当に緊張するんだよね9時から本当に配信できるのかなって。 ちょっとメールもあの多分もう今日1件1件2件くらいしかこの後送れないかもしれないけどそ,うその代わり配信見てくれると嬉しいなでも結構なんかそうですね値段とか気にしないでデザインしたので素敵なケーキになってるのかなって予想してますそう私いつもケチだからこれ入れたら高くなるだろうなとか考えながら やっちゃうんですよだけどちょっと今回それ考えずに本当にこういうのがいいなってこれ入れてほしいなっていうのちょっと結構開け出して多分ケーキが完成したので楽しみにしててくださいそういえば課題どうだろうね <laughs> まあなんとかなります安心してください クトク撮影会あいいねなんかそういう撮影会とかもあったらいいよねであのダンスそういう系のダンスはめっちゃ得意なので多分何でも踊れます <laughs> そう見てりゃ覚えるねまたクし会とかできればいいよねうん一人きついてまた配信うん多分次は多分めっちゃ逆にテンション激しすぎてもしかしたら 何だろう耳が痛くなるかもしれないけどこのあとちょっと寝てちょっとご飯食べて配信します <laughs> 楽しみだなこのために昨日は昨日は野菜だけを食べてきたのでそう夜昨日野菜だったから今日はたくさん食べようと思います <laughs> 昨日のために備えたんじゃあ今日のために備えてきた一緒にケーキ食べるありがとねうん。 そういえば劇場でのお見送りロビーでハイタッチあそうなんですかへえ写真も撮ってねうんありがとう撮りますね家族からプレゼントううん別になんかこれが欲しいとも言ってないしうんそんなに別に今欲しいものないので <laughs> そうなんか結構あのメンバーの方から欲しいものあるとかあの聞かれたんですけど 本当に私 c もんなんかなくてなんかもう十分なんですよね自分の人生が <laughs> 自分の人生十分だしなんか結構欲しいもの欲しいお洋服とかも買ったしみたいなそう結構私は贅沢な生活をしてるなとうん自分で買えちゃうんだよねううううんうんうん、うん からまた新しく欲しいものを探したいけどこの配信何時までえっとね7時半までだよ最悪とユ優ナ氏のアカウント借りてやる <laughs> アカウント借りて配信 <laughs> やばいでしょ、まあ、それだったら確実にあれですね0時まで配信できますねでも絶対にしちゃダメなんでや,やめます <laughs> うん 頑張れ新16歳ありがとうそうだね次は,次,は次の枠の配信もねできいたらいいな今日がお誕生日はいお誕生日ですケーキ食べたくなってきた <laughs> 一斉に食べやう時から食べるから。 九時前から配信始めて切れるか検証するんじゃないんだ。うーん、じゃあ五十九分とかから始めようか。ちょっと気持ち早めに配信しようかな。ふむふむタイムしよう。そうだね。とりあえずいきます。はい。ふむ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 私はここにいるので、あー。 ありがとうございます皆さんにたくさんのラースマイルをお届けします新潟県出身高校1年生16歳のベルちゃんことイソベルアですよろしくお願いしますいや初めて16歳って言ったうわあ。<laughs> 嬉しい初めて16歳なんかでも16歳って言いにくいね <laughs> 16歳にくいけどい,い やったー新鮮だね何分くらい寝るの30分くらい寝る次はちょっと落ち着いたベルちゃんが見れるかな <laughs> 今よりは全然テンション高いベルちゃんが食べれると思いますじゃあ「タンプラー計算漢字ドリル」いや大丈夫です <laughs> ラブ配信待ってる、ね、ありがとうございます今ねちょっとすももちゃんとがしたいねみたいな話をしていてちょっとね今後できたらいいなって今思ってるのでちょっと時間作ってあの今月もちょっとあの1人1人くらいは配信コラボできたらなって思いますそうすもちゃんにねダメ元で聞いてみたらすいませんあの「コラボ配信とかできたりしますかね?」みたいなんすもちゃん でもじゃあどう言うかなと思って「できるかね?」みたいな「できるかな?」みたいな感じで聞いたら「あいいよ!」みたいな言われたから「お本当とに?」ってなってそうだから「夜とか時間があったら一緒に配信しようね」って言ってるところなので待っててねみんな待っててねお見送りもステージ前の方まで出てくるあ本来そうなんですか 時間過ぎて配信しようとするとメッセージでの「そう時間外です」って言われるみんなあるありがとうたくさんあるしてくれてる嬉しいありがとうねっ十6歳 ハッピーバースデーバースデー動画良かったみたいな。ありがとうございます。15歳と12ヶ月って言っても大丈夫。わざわざそんなめんどくさいことしません。十 <laughs> 六16歳、言い慣れた頃に17歳になりそう。そうだね。17歳。17歳も言いにくいな。18歳は言いやすい。17、七 7, 7、皮肉。わぁ。 ちょ,ちょっと気持ち早めに配信し始めようかなじゃあ次はうんそうなんかこの服着てたらね「えめっちゃ可愛い今度貸して」って言われたから今度スマまちにこの服貸すかもしれないやばくないもう嬉しいよね <laughs> 嬉しいキャハッ 誕生日もやっトありがとう「ックスティーンは言いにくい言いにくいねうん、なんか今後メンバーのあれですね服とか私服とかも借りてみたいなんかいろんなこと挑戦したいでオフライン次のオフラインとかなんか要望あるこれ着てほしいとか 確かその6月25日にその私服交換してほしいとかさ例えばさありますかリリカ様がルアちゃんはキャッキャッ感があるって言ってた <laughs> どういうこと <laughs> キャッキャ感確かに常にはしゃいでますねうん二十歳が安い確かに。 でもどうだろう結構今回の今回のラインナップと言いますかとても楽しかったですねいや本当に2部生誕 T 届かなかったんですけど投票しようねやってみたいよねちょっと集まったら6月には生誕 T 届いてる確かに6月にちょっと来てみようかなえどうですか皆さん今度こそそう残念ながら当日には届かなかったけど えいいんじゃないんいいいじゃな生誕器着るのもいいんじゃないえっそれはちょっと私も入れたいかもしれない6月浴衣浴衣か私浴衣とかなんかあなんだよねやり方わからないんだよねなんかどうやって巻けばいいのかとかわからないし <laughs> とにかくわからないけど それをやってみたい気持ちはまあります生誕ティーはじゃあ一部のどこかに入れる三部のうちの一部どこかに入れてあと2つはうんでも多分6月25ってすごい暑いからなんだろうね何がいいんだろう長袖じゃないやつがいいよね なんかどううだろう海に行くコーデとかわ <laughs> かんないなうーんケーキ食べたのあこれからの予定です楽しみね本当にまだケーキ見てないんだよねてかまだ帰ってきたからまだママに会ってないうん帰ってきてからそのままそのままここの部屋来ちゃってそのまま配信しちゃってるそう意外とギリギリだったんです <laughs> 配信間に合うかなとか思って 意外と大丈夫だったでも意外とやばくて意外と大丈夫でしたもうよくわかんない <laughs> もう半袖で過ごせそう,そうだねそうなんか今,今は多分なんで今なんか梅雨今そんなことない梅雨って何だっけってか <laughs> 梅雨なのか今はなんか結構気温の変化がねそうすごいからもう半袖で過ごせる時は過ごせるんですけどちょっとね今雨だからそう ほんと、ね、に急に聞こうかはやめてほしいよね普通に <laughs> そうしかもオカマはそのなんだろう川沿いにあるからこそねそうフィバーしてありがとうございます本当に皆さんのコメントが私の誕生日プレゼントありがとう <laughs> 何がいかかななんかオンラインで着てた服を実際に着てみたりとかもしてみたいんだよねうんオンラインで何着てたっけまず分かんない <laughs> 分かんないや一時期めっちゃオスプレイしてたな私。 あれとかしたわ私ななんんだっけなんかお化けみたいなやつ名前忘れた <laughs> 昨日はリんのの県で30度超えたあ本当に群馬すごいねめっちゃ上がってる気温が何これ春に雨って書いてんていうの「週週っていうの「梅雨じゃなくて週週雨」 キョンシーとかもいいよねキョンシーかわいくないそれもいいと思ったしあとなんだろうあとメイドとかもしてましたねそういえばうん春雨って言うんだあ春雨前線とか聞いたことあるかもしれない うんでまあ、春雨の時期なんですねちょっと春雨と言うとちょっと今お腹が空いてるからそう春雨が出てくるごめんねちょっとあの春雨春雨と言ったらもうあの白くてとうもやな食べ物が出てきますね本当にすいません春雨が今食べたい食べたくなってきた <laughs> 食べたくなってきたよ 配信見て嬉しいいやーこちらこそありがとうね見に来てくれてメイド服着てツインテールあ可愛い,いねねうなんか正直本当に髪ま伸ばしたくてツインテールロングツインテールだったらめっちゃ可愛い,いかもしれない今日はどんな髪型をしたかというとまず一部は半魚丼のあのに違う二部は半魚丼のカチューシャをかぶって で3部がえっと三つ編みの三つ編みをしてでこのベレー帽をかぶりましたで最後の4部がえっとまあこの服にえっとあのなんだろうハーフツインをしてでよしシあのこのおクイーンこれをつけましたみんなこれに反応してくれて嬉しい。 そう私が一番輝いてるでしょってめっちゃ言った気がする今日 <laughs> でも今日くらいは私が一番輝きますうんうん。ねえだたかかわいそうだねホントに春,春雨食べたいねどうしよう春雨食べたくなってきたらどうしてこれんの <laughs> どうしてこれるんですかもう うん。ハンギョドンの勝ちハルチェンもつけた。そうそうそう。なんかね。あの一回ハルチェンが、あの、なん、ユーハの。ユーハの猫のカチューシャ借りたんだっけ。なんかそれ、それを見たから、え、じゃあ、私も貸すよみたいなの言って。<laughs> 私もハルチェンにハンギョドンのカチューシャ。お渡ししました。 イクボを作りたい。無理だ。<laughs> 無理だ。あ、なくてもいいか。うまい余計なこと言ったね。<laughs> 全然だよ。<laughs> 全然全然。 うん。誕生日おめでとうありがとうございます。ベルチヤスカありがとう。ヘロ口？何それ。あと七分は早い。次はえっと九時から配信するので見てくださいね。エクボ特には顔の筋肉を鍛えるねなんからしいですよね。 お誕生日あ写真はテイポーズそうなんか先輩に初めてというかなんかまとめて先輩に「あ、じゃあテイでお願いします」って言ったのが初めてでそう「テイテイ」みたいな <laughs> 中には先輩「ペイ」って言ってる人もいて「<laughs> ペ,ペイペイ」とか言ってた <laughs> 本当に面白かったうんえなんかあれですか 皆さんその生誕の生誕っていうか私のあのだろうケーキももらった時でいらっしゃいましたかそうなんか初めて結構ファンの皆さんの声を聞いてまとまってね「おそう思って「ホほ,うほみたいなみんな言ってるじゃないですか。びっくりした。 そうなんか結構私普通にケーキを持ってたつもりなんですけどめっちゃ結構大きくてでケーキを普通になんか片手とか両手とかで持ってたんですけどなんか私私なんか傾,傾いてたらしくてそう <laughs> 傾いてたらしいんですよそう面白かったなって思ってそうマネージャーさんに後で聞いて。 う落としそうで心配だったって言われました <laughs> そうまあ、ね、結局落ちなくてよかった、うん、あ事前に事前にあったんだねあそうなんだねうんえ何ルアルアの誕生日会がありますみたいなうん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 今日は疲れたのもあるけどしとやかな感じするね確か,に確かに確かに確かに ベレー帽つけてるから余計締まって見えるのかもしれない、うん、真後ろに寄った「ねありがとうございます皆さん」「並んでたおありがとうございます」皆さん「ねありがとうみんなお,お祝いしてくれて本当に嬉しい」<laughs>「嬉しいな本当に」「たびたび来るこういうコメント」 本当にありがとうございいます嬉しなんかちょっと定携文変えてみたんですよなんかルル「ルアシのセーターサイン」みたいな変えてみたらみんなすごい文字打ってくれてありがとうございますねっって初めてかもしんない30001時間以内で3000人超えたの嬉しい待ってこれ2時間とかやったらもっと言ってたかもしれないまあ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 、まあ これからも高みを目指して頑張りたいと思いますので16歳のルアもよろしくお願いします <laughs> はいちょっと目が覚めました結構目が覚めましたなんか今更,今更テンション上がってきたかもしれない、ね、こういうの本当にやだね私ったら <laughs> 本当にやだねもう本当にすいませんはいなので9時からは テンション上げ上げのルアーで行きますので多分さっきとは誰ってなると思いますが。よろしくお願いします。はい、じゃ、あこの時のスクショタイム。後だよね。あの、後ろの背景もちょっと変えようかなと思うんで。でちょっと詳しくは九時、お楽しみください。はい。服装も変える予定です。うん、うん、うん。うん、うん、うん。ちょっと待って、前髪とか。さ ごめんねめうんうんうんいやでもこのさ何誕生日のルームがめっちゃ嬉しいうんうんうん本当にみんなありがとう嬉しいやば待ってベレー帽ハマりそうかもしれない なんかベレー帽これもねアクシーズのベレー帽なんですけどこれもアクシーズでこのベルトもアクシーズでもう全部アクシーズなんですけどなんか他に白と黒もあって悩んで結局この色にしたんですけど全色欲しいな普通にベレー帽はまるかもしんない大変だこれは大変だじゃあちょっとベレー帽反対にしたいと思いますはいそれではよいしょありがとうございます 十0位、アトランティス氏、ありがとうございます。十一位、売イ氏、ありがとうございます。えー、っと、十位、石本氏、ありがとうございます。九位、よちくん氏、ありがとうございます。八位、てっちゃん氏、ありがとうございます。七位、やるじゃないの氏、ありがとうございます。六位、マスオ氏、ありがとうございます。五位、トマオ氏、ありがとうございます。よいしょ4位、四位四ウカラ氏、 ありがとうございます3位 P メガネ氏ありがとうございます2位カズチン氏ありがとうございますそして1位はジャガ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 ポイおじゃしですありがとうございましたで本当にタワーありがとうめっちゃ嬉しい今日のおしゃべり会もすごく楽しかったねありがとうございました本当に皆さんたくさんのギフトやコメント視聴本当にありがとうございます本当に すいません本当にありがとうございますあ別に受け受けを狙ってるわけじゃないです <laughs> ちょっと反対にしたくなっちゃったはいすいませんはいとても楽しかったですじゃあ次9時からねみんな9時で会おうね <laughs> <laughs> はいそれでは会いたいと思います皆さんありがとうございましたまたねあとでね9時から9時に会おうねありがとうバイバーイ